宮殿で殺人事件があった。この事件は慎重に扱ってほしい。反王党派のパンフレットが出回っていて、どこもピリピリしてるんだ。女王は警備にとても神経質になっている。こっちだ。着いたぞ。では。これを見たからにはもっと質問が必要ね。戻ってこれについて聞くべきね。少し部屋を出ていて、誰一人金庫を開けるところを見ることは許されません。爵を狙っていたとは考えないの？確かめなくては。今夜の行事のため塔から鳩の王爵を運ぶように命じたのよ。はあ、よかった。そのままだわ。かわいそうに、ここについて発見したの。ご覧の通り亡くなっていたわ。命を懸けて私を守ったのね。暗証番号を知っているのは私だけ。金庫には爵位授与式で使うためのとても貴重な鳩の王爵が入っています。児童労働の廃絶に取り組んだ何人かの実業家に爵位を授ける予定よ。ロンドン中の名士が招待されているわ。
よしよし、それ急いで行って、お願いよ、急いで、その調子、さあ行って、そうそう、その調子、ゆっくり、何かに気づいてた。隠された手がかりがあるって。アーティの友人レイモンドなら見たよ。三文小説を持ってパーロック出版から出てきた。上機嫌だったけど彼はあんまり好きじゃないな。アーティは天才的な犯罪者が動いてるって考えてたみたい。そしたら今朝いなくなってたんだ。これについて誰かが詳しいかも。そういえば最近は女王についてよく話してた。何かのトラブルに巻き込まれてるって考えてたみたいだよ。彼は重要な何かを思いつくと見えないインクで書き留めるんだ。レモンの汁とか煙を使って読んでた。煙を出す方法があれば何が書いてあるか読めるよ。
バッキンガム宮殿を爆破する？みんなに知らせなきゃ。着衣授与式で100人以上がここに来ている。爆発が起きるかもしれない。何が起きているのか報告しろ。早く見たくてたまらない。みんな逃げて。お願い。何も起きない。爆発はどういうこと？騙された。レイモンド、なぜこんなことを。君は相当ナイーブだな。明白に見える事実、表面のさらに奥を見るべきだね。ただのショーマンだよ。観衆が多いほどあらゆるものが劇的になる。
同じ手がかりを見つけたんだ。爆発が起きると知っていて、みんなを助けてもらうためここへ導いた。何も起きなくて当惑してるがな。どうやら君が完璧に注意をそらしてくれたようだな。あのつまらない連中を確実な死へと追い込む手伝いをしてくれた。間もなく爆発音が聞こえてくるだろう。お見事。爵位授与式の招待状も持ってったわ。特別な王爵を使うものよ。聞きたいことを話してくれる人間を決して信用してはならない。彼は何かを狙ってる。君が人々を追い回している間に女王を連れ去らせてもらった。身代金は莫大な額だ。私は欲しいものを何でも手に入れられる。女王があらゆる王権の象徴物の中で一番大切にしているかけがえのない鳩の王爵ですらもな。女王陛下を静かに暗殺するには全員の注意をそらしてもらう必要があったのだ。君の力を借りて奪った鳩の王爵、これこそ我が天才性の象徴だ。制服を着てれば誰も疑問を持たない。おそらく位置関係が解決の鍵だね。私にはいろいろな技術がある。金庫破りもその一つだ。女王の命そのものを奪うと脅した。すぐに暗証番号を教えてくれたよ。
君が来た時女王が金庫を開けるのを見たのさ。お見事。衛兵の死体は私だよ。蜘蛛の毒のおかげで死人を装えた。眺めるには完璧な位置だったね。女王の最も貴重な持ち物を盗んだ鳩の王爵を、どうだ、君を出し抜いたんだ。英国で一番抜け目のない探偵を。分岐点ごとに手がかりを残して嘲笑ってやった。そして王爵を手に入れた。私の方が優れている確たる証拠だ。エビ、起きろ。レイモンドだ。アーティーを人質に取ってる。屋上にいる。ジェイコブが手伝うぞ、エビ。ミスフライ、私を脅かすどころか近くにも寄れなかった。この少年の命は私の手の中だ。注意を引いてろエビ、あと少しだ。探偵業は終わりみたいね。あなたはどうするの？生き残れて本当によかったけど、でも彼はもうここで本を書くことはない。大きな損失ね。本当だよミスエビ、僕も友達も毎週最新号を読んで話の続きを楽しみにしてた。自分で書いたらどうだ？それにはもっと賢くないと無理だよ。あなたにぴったりだと思うわ。ホワイトチャペル殺人事件、アーティー作。方がいいかな。アーティ・コナン・ドイル作。アーサーはどう？響きがいいでしょ。